はい、今回はディレクトリの移動について勉強をしていきたいと思います。ディレクトリの移動に使う、コマンドは CD、Change Directory という、コマンドです。CD はですね、後ろにスペースを置いて、その行きたいディレクトリの位置を書いてあげることによって移動することができます。この位置には、相対パスや、絶対パス、どちらも使うことができます。相対パス、そして絶対パス、どちらも使えますので覚えておきましょう。ではそれを実際にターミナルで見ていきましょう。まず今いる場所を確認しておきましょう。PWD で今はホームの Ubuntu という中にいます。ルートの下にあるホームの下にある Ubuntu というフォルダの中です。ではこれを踏まえて CD で絶対、相対パスで見ていきます。ドットドットスラッシュ1個上を見てみましょう。そうすると、エンターするとここの表示が変わりました。今までは自分のホームディレクトリにいたのが、今いる場所はルートからホームという場所に来ていますよというのがここに表示されている内容です。ということで、実際に PWD にして見てみると、今は Ubuntu から1個上に上がったのでホームにいれば OK です。スラッシュホームにいるということが確認できました。では改めて、スラッシュ Ubuntu に戻ってみましょう。CD で Ubuntu と打ってみます。途中まで打ってタブキーを押すと保管されますので、このようになるかと思います。エンターを押して PWD。するとホームの Ubuntu に戻って、かつここの文字がチルダになりました。今いる場所はチルダ、つまり自分のホームディレクトリですということがわかります。これが、絶対パスでも大丈夫ということも確認しておきましょう。CD でスラッシュホームと打ってエンターすると、スラホーム、PWD で確認するとスラッシュホームに移動できています。これは、相対パスではない指定で移動できたということになるわけです。同様にしてスラッシュホームの、Ubuntu、今この中には、テックアカデミーというフォルダがあるはずですので、テックアカデミーじゃないのかな、失礼しました。レッスンというフォルダがあるはず。はい、このように、ワークスペースですね、失礼しました。タブを何回か押すとですね、このように候補を列挙してくれますので、この中から選ぶということもできます。途中まで選んでタブキーで保管してみましょう。ここに対して、絶対パスで移動してみます。するとチルダの下にあるワークスペースというところにいますよというのを、ここでは表示してくれています。 PWD で確認すると、このようにワークスペースにいることが分かりました。というふうにして、相対パスや絶対パスを扱うことによって、自分の作業をしているディレクトリを移ることができます。これを、頻繁に使っていくことになりますので、まずはこの考え方に慣れて、このコマンドを使いこなせるようにしましょう。というわけで、今回は CD チェンジディレクトリのコマンドを勉強しました。